CGS をご覧の皆様、こんにちは上野聡平です本日もみんなで学ぼうインテリジェンス渡辺博史さんとともにお送りしていきたいと思います渡辺さんよろしくお願いしますよろしくお願いいたします 前回初出演ととというこでちょっ私も緊張しましたし渡辺さんも肩に力が入っていたんじゃないかなというに思いますけども前回はですねインテリジェンスとは何かということでインテリジェンスとインフォメーションの違いというようなことをお聞きしてたんですけどもちょっと復習がてらもう一度定義を教えていただけないかなと思うんですがまずインテリジェンスの以前に情報っていうとインフォメーションという役が一般的ですけどもあれはいわばデータであってそれらそのデータを集めたものインフォメーションを集めて それとは何なのかという意味に消化したものそれがインテリジェンスだということを前回お話しいたしましたこれも最も単純な今お話をしていて定義というのは各国の情報機関ごとに違ったりするんですよそうなんですね複数ありました例えば中央情報庁アメリカの CIA セントラルインテリジェンスエージェンシーこれの定義を今ちょっとご紹介すると最も単純化すればインテリジェンスとは 我々の世界に関する知識のことであり、うん、アメリカの政策決定者にとって決定や行動の前あとは前回あのご紹介したあの防衛研究所の,、はい、あの小谷先生の定義で、はいはい、こちらもあのご紹介すると、うん、国益のために収集分析評価された外交・安全保障政策の判断のための情報、はい、大事なところは国益のためと言ってるところですね。うんはい これ私の定義も取っているんですがなぜ国益というところを言ったかというと国益がなければ一体何のための情報を収集したらいいのかーワットがわからないはいまさにそのフーワットが大事なんですちょっと復習したところでしかも大事な点なのでちょっと脱線するかもしれませんがちょっと先ほどお配りしたこの資料なんですよ。私もいいたただ資料ですね 申します改めて申しますと国益のために収集、分析、評価されたものが情報がインテリジェンスなんだということですじゃあ、その国益なんですけどわが国って国益を定義したのはいつだと思われますか明治時代ぐらい明治時代には確かにあったんですよあったんですあ戦後に関してはどうでしょう戦後の国益定義されてないような気がしますね私。多分驚かれると思うんですけど なんと昨年の12月10日なんですよ。はい、えっと思えますか。それは何ですか。NSC ができたからとかそういうことです。それもあります。はい、はい。それがこの資料なんですけど、はい、内閣官房のあの、えー、ホームページにありますけど、はい、国家安全保障戦略というもので、はい、その第2項で我が国の国益と国家安全保障の目標というものを書いてるんですけどね。はいはい、こんな当たり前のことも今まで我が国は放置してきたんですよ。はい、文章化してこなかったということです。 何申し上げたいかインテリジェンス日本はあんまりうまくいってないっていう言い方よくされるんですけども、はい、それは当然なんです、はい、だって何のためってフォーワットがないんですもん、はい、何をいかに守るのか、うん、そのために、えー、いかなるインテリジェンスが必要なのかっていう順番になるわけですけども、はいうん、何を何故に守るのかが解かれてなかったんですよ最近まで恐ろしいですねいやさらっと今言いましたけどそ,<う>それはもうなんか。 笑い事じゃないんですけど<う>私も正直精神に関わりながらそれが昨年文章化されたということを知りませんででしたそうなんですね、はい、そうまずは、ね、インテリジェンスの話直接的ではないんですよこういうところからも注意していかなくちゃいけないとです、うん、で前回もお話ししましたけども中央情報機関、はい、いわゆる CIA ですね対外的な情報収集分析に当たる機関を持っていない国っていうのは OECD ってあの世界の先進国がありますねあれの中で我が国のみですねはいいかに日本の常識世界の非常識かっていう典型ですねはいいやだってそういうことのためにも、えー、だから昨年ね秘密、うんえー 特定秘密情報あれだってね当たり前っちゃ当たり前でその分野の人からしたらあの法律ですらゆるゆるなわけじゃないですか外国か比べればでも日本ではそれをするとあれで何かこう政権が戦争を始めるんじゃないかとか国民のねそれこそ弾圧を始めるんじゃないかみたいなとんでも論が飛び交うっていうまたそれに何にも知らない国民は踊らされて信じてるんですよ。そそそそそうううううですねはい 今、着せずしてそのお話になりましたので、はい、ちょっと先ほどお伺いした資料もあるんですけど、はいあの、特定秘密保護法なんですけれども、これ、火がついたのが2010年の,あの意識保安官、はい、あの尖閣沖の,あのチャイナの漁船による体当たり事件がありましたね衝突事件じゃなくて、体当たりされてるわけですか、はい、体当たり事件ですでその時に民主党政権は中国にこびるためにですね、はい あの映像を、その映像の模様明らかに中国から突っ込んできてますねという映像をあくまで非していたわけですね、2か、はい、月間にわたって、うんで、それで岐阜に駆られて、海上保安庁の石木正治さんがあの漏洩させたということですね、それであの当時、民主党政権は何を言っていたかというと、あの情報管理が非常にまずいと、うん、菅総理がこう言ってるんですね、当時の、はい、国の情報管理がしっかりとした形になっていないことに危機感を強く覚えた。 で、あと、戦国さん、え、美中派で有名ですけども、守秘義務違反の罰則は軽く、抑止力は十分ではない。で、今回、あの、情報保護法の話になりましたけども、はい、そう民主党、何を言ってるか、はい、全く正反対のことを言ってるんですね。メディアもそう言ってるんですよね。はい、はい。これ、驚くべきことで、ただ一貫しているのは。 中国のためになんですよね、はい。はい、そこは一貫してるわけですそうですねだからさっきおっしゃったフォーアットを考えると何のためですかということなんですよねだから秘密情報をなぜ守らなければいけないかそれは国益のためなんですよ。にいては国民の安全を守るための情報保護なんですけどそこは全然メディアとかも発信しなくてなんかその弊害になれの部分ばっかりを取り上げて政府が勝手に情報操作するというふうに言うんですけど。 どうなんですかね本当そうですよね当時、朝日新聞はあの仮に非公開の方針に批判的な捜査機関の何者かが流出させたのだとしたら政府や国会の意思に反する行為であり許されないと言っているんですけど、はい、あの今回、安倍総理があの安倍内閣であの特定秘密保護法を出した時に、はい、朝日新聞の記者、高橋純子さんがこう言ってんですね今ある法律で十分ではないか、はい、<laughs> いやばいほどう言ってましたけど。はい こんなことではあの要するに情報漏洩,漏洩があの日常的に行われてしまう懸念があるので、はいはい、厳格化せよって言ってたわけですね、はい、今回は緩和せよって言ってるわけですあ全く矛盾,矛盾していて何が言いたいかというと、はい、こういうところにも前回申し上げたようなあの要するに必修,必修科目漏れ、はい、およそ国家とはこういうものでありまして、はい、インテリジェンスの必須の営みなんですってことが腹に落ちていないからこそ出てくるナンセンスな話なんですね。 ちょっと言葉を選ばないといけませんけど、まあ批判を恐れずあえて言えば、うん、国民の無知につけ込んで、うん、メディアが大衆扇動してますよねそのしてり,りです。はい 私まあ昨年末選挙があったじゃないですか。うんはい、あの時もやっぱり自民党の看板をしとってやってたんで、うん、自民党は戦争をしようしてるって言って共産党の人いっぱい言われるわけですよ。で私なんかこう誹謗中傷で言ってるのかなと思ったら、うん、本当に信じてるんですね。うん、自民党の人間っていうのは戦争をやろうとしてるんだと。だから。 あの、今回の選挙は戦争するかしないかの選択だみたいなことまで言うわけですよ。うん、なるほど。で、私プロパガンダかなと思ったら、結構本気で信じてるんですね。うん、その、うん、共産党員の方が。そうですよね。びっくりしましてですね。うん、うん、でも、あ教育とかね、情報発信とか、うん、メディアリテラシーって本当に必要だなと。おっしゃるところですね。はい。うん、今メディアリテラシーとおっしゃいましたけど、はい、先ほどの話に引き付けてると、我々に足りないのはインテリジェンスリテラシーなんですよ。はい はい、はいおっししゃる通りです、はい、その話をてインテリジェンスリテラシーが足りないと例えば藤原紀香さんのようにこの秘密保護法はあの我々の生活を逼迫してしまって、はい、懸念と法案への反対を表明しパブリックコメントを提出したそうですね藤原紀香さん多分これを聞いていただけると、はい、えあのこれはまずかったなと改心していただけるんではないかなと思ってるんですが、はいはい、あとすいません面白いんですけども、はい これインテリジェンス武器なき戦争をあの世に表した佐藤優さんですね、はい、この元ロシアの主席,主席、えー、分析官ですけれども、はい、インテリジェンスの、まあ、メンバーなんですけれども、はい、この方も不思議なことを言ってるんですよ。うん、元外交官のの佐藤優さんは、えー、この保護法はこ法 ロシア人、やイラン人などと結婚している外務省員は全員その適正評価に引っかかると、はい、セキュリティー・クリアランスって言ってですねうん、うん、要するに危なそうな人を特定の秘密にタッチさせないための当然の防波堤です、はい、どこの国でもあるんですね、はい、ない国が異常なんですよ。はいはい、で、この方外国、外交官ですよね,すよね、プロ中のプロですよね、注意してみてください、ロシア人、イラン人などと結婚している外務省員は全員って言ってますね。はい 他に中国人韓国人も言ってるんですけども、はい、それでこれは人種差別条項だって言うんですよ <laughs> おかしくないですか <laughs> これめちゃめちゃおかしいですねプロの外語官ですよね、はい、つまりこういうところでこういう本を出してるからといって経験に、はい、信頼してはいけない、うん、インテリジェンスの話し奥深さは分かりますよねいやだから佐藤さんなんか、うん、もこれ私の試験ですけど分かってて言ってるんじゃないんですか分かってて言ってるって読みも当たりかもしれないけれども、はい、僕はこれ これインテリジェンスの情報、上等手段なんだけど、はい、複数の中に、真のマスターの名前がいるんですよ。はい、中韓、いや、そうだなと思うじゃないですか。うん、イラン人。はい、そうだよね、はい、悪だよね、ロシア。ロシア、ロシアのために、これ代弁してるとこ、ろはありはしないかと、<laughs> <ん>まあ、よ、とも読めるんですね。はい。 いろんな人たちが、まあ、当然、日本にも工作員として入ってきてるんですよ。すこれ事実で誰がどうだって知ってる人は知ってますけどそれは一般国民知りませんからねある程度そうかもしれないなと思うと、うん、その人たちがどこの国の利益を代弁してるかとか、うんそ,ね、それも考えながらやかていなくて、うんでまあ、私も渡部さんも、ね、政治家を志す人間とするとす、ねはい、我々、大事なことはやっぱり日本を売っちゃいけないっていうことなんですよね。そうそう 日本の国益のためにどう働くかとだから逆に国民の皆さんに理解していただきたいのは例えばコメンテーターとか政治家とかいろんなことを言う人いますけどこの人背後に何があんのということは考えてもらいたくて何かのこう日本の国益じゃないもののために発信してませんかねということを絶えずこうチェックしながら私と渡部さんの発言もそうですよこんなこと言って我々はね私は工作員かもしれませんからね。 それもファクトベースでちゃんとチェックしていただけるです。そうなんですそういうのがインテリジェンスリテラシーですよね、うん。おっしゃる通りです。はい、まさにそこなんですよ。あの、こいつが誰、誰のために奉仕しているのかということですね。はいはい、はい。それを、あの、チェックするにはファクトに落として、はい、ファクトを並べてみればいいんですよ。うん、これ、さっき言った、あの、インフォーメーションですね。はい、インフォーメーションをずっと羅列してみて、うん、そこから何が浮かび上がってくるか。どのように評価できるか。うん、これがインテリジェンスです。はい、インテリジェンス、だから、そういうふうに。 相手の真意をちゃんと正しく理解することにも、あのう、援用できるわけですね。はい。だからインテリジェンスリテラシーは大事。ですね。はい。でもね、政治に関わってらっしゃって。おそらく工作員じゃないかなっていう人に関与されたことありませんか。もちろん、もちろん。ありますよね。一応でな僕も。最初はわからなかったです。後から思えば、いろんな勧誘があったんですよ。うん、うん。過去において。最初はね。そういう人ってて、共通点を。 うん、私とあなたはここが一緒ですよねという,ふうに言ってくるんですね、ご一緒なんで一緒にやりましょうという,ふうに誘われて一定の活動に参加していくと、うん、あれ、うん、ちょっとこれおかしくないという,ふうになっていってその誘いに来る人はやっぱり賢い人が来るので分かるんですけど、うん、ある会とかに行くと、うん、他のメンバーと話していると分かるんですよね、その会の趣旨とか目的が。ですっと引いてそれでちょっとシャットアウトするわけですけど,ど、うん、そういうことが何度もありましたね。なるほどはいなるほど、うん 日常的にあって今日本ではスパイ天国と言われてな、ねはいちなみに、うん、今はスパイとちょっと違う文脈かもしれませんけども世界中のスパイが一番あの勤務が楽なのは日本だって言われてういう、はい、そ,それでスパイ天国でおっしゃるんですねみんなおっしゃってません、ねはい、か言われてますねで,、はい、であるあの旧ソ連のあのスパイを摘発してな、ねはい奇跡的に摘発してその人があのもうあの関係余った中国でもう全 洗いざらい言ってくれたわけですね。実況してくれて、それでその最後に付け足しで、あの日本はスパイ防止法がないと国を守れませんよ敵のスパイから言われたんですよね。本当恥ずかしいことですよ。あれ何年のぐらいの話でしたっけ？それはね80年の話ですね。まだ我々小さい時ですよね。はい。もうその資料ってあのコラムで読んだことがありました。本当に恥ずかしいことです。敵方からそういうアドバイスされるようではね。でその5年後に85年になるんですけども。 あのスパイ防止法が結局社会党の抵抗とメディアの大抵抗で、はい、まあポシャありますね、はい、それから以降ずっとものすごい数のスパイ案件があるんですけども、はいはい、日本はほとんど摘発自体がされません、うん、なぜ摘発がされないか摘発されないということはイコールスパイ事件案件がないってことではもちろんなくて取り締まりの根拠法がないからこう、はい、いう状況なわけですちなみにアメリカはあの産業スパイについて主にチャイナですけども 五十兆円の産業が奪われたと言ってます。ドイツは七十兆円です。日本円に換算して、はい。はい、二千七年実績で。七十、うん、兆円で三万人分の雇用が奪われたと言ってます。はい、それがスパイ。そうです。案件なんです。はい、だから、我々はインテリジェンスというものに意識を置かないと。うん、インテリジェンスって、なんか。あの、ダセブンの世界かと思ってるかもしれませんけど。はい、我々の雇用や経済の話でもあるわけですね。うん だから国民は日本人は多分世界類を見ないほど勤勉で真面目で一生懸命働いてますと、はいうん、けどもこの20年間ですね、うん、GDP 全然上がってないとう、ね、いうことですよ、うん、だから我々のその労働の対価はどこへ行ったんだということを考えないといけないんですよねでなんで20年間こんなにみんな一生懸命働いてるのにお金増えないしですね、うん、あの結構その自利品なんだと、うん、いうことの根底をも と考えるきっかけとして私今回インテリジェンスをね学びたいなと思いまして渡部さんに来ていただいたんですけどもどまあ今回のテーマはですね、はい、まあインテリジェンスリテラシーを持つことが大事なんだと。うんはい いうことでそれをちょっと皆さんに考えてもらうとテレビの見方とかあとその政府が今進めようとしている特定秘密保護法が何で必要なのかとかっていうところの本質のところにねつながってくるのかなとまあなかなか短い時間でその裏側まで全部はお話しできませんがそのリテラシーの大切さということで今回はまとめさせていただきたいと思います。はい、どううもありがとうございました